東京オリンピック出場が決まると4度目。はい。北京、北京、ロンドン、リオ、東京ですね。4回か。4回、そうですね。すごいね。いや。1回目の北京は初めてのオリンピックで、はい、何もかも初めてですよっていう状況、うん、2回目はメダル取って、うわ最高だな、チームも楽しいな。で3回目リオは悔しい思いしたなっていう、うん、いろんなオリンピックを経験してると思うんですけど、はい、どういうところがオリンピックらしさを感じました？まあ、1回目に関してはやっぱりオリンピック選手になれたっていう、まずことに関してこう周りがおめでとうって感じで、オリンピックっていう感じだった。すごくオリンピック選手になるとこうも人が急に集まってくるのかっていうでこうもなんか取材が増えるのかっていう、なんかそういうオリンピックっていうものを感じた大会でありました。で、まあ、2回の目のオリンピックは、まあ、オリンピックに一度経験したこともあったので、ちゃんと自分のやるべきことをこうブレずにできて、結果としてメダルを3つ取ることができたので充実したオリンピックでしたね。まあ、リオオリンピックに関してはやはりその2つの大会を経て、やはり金メダル取りたいって気持ちを持ってやっていたんですけども、なかなかまあ前年の大会も良くなかったりとか、持ちタイム自体が全然良くない中でオリンピックを迎えたので、すごくもがきながら、まあ、結果として良くなかったんですけど、まあ、もがききった、出し切った、なんかオリンピックでありましたね。それぞれもう色が全然違う。色、はい、全然違いますね。オリンピックで結果を出せばなんか素晴らしい景色ではあるんですけど、やっぱり結果が出なければすごく終わった後も苦しいんですよね。やっぱりずっとテレビって特集するじゃないですか、オリンピック名場面特集とか、ね、テレビをつければオリンピック選手がオリンピックの話してるっていうのはもうすぐ消してみたいなまあそういったやっぱ時ありますよね。絶対にやっぱそういったのがあったの、一番強かったですね、リオとかは。そう、いろんなものをオリンピックから学んでると思うんですけども、楽しみか不安かどっちが大きいですか、オリンピック、いざ行くぞっていう時。何ですかね、なんか楽しいことを思い浮かべながらでも不安要素はたくさん持ってるって感じですか、ね、ベストアンサーですね、ありがとうございますやっぱりどっちかだけってことはないと思うんですね、うん、オリンピックやっぱりいざ競技場に入った時にわーすげーと思いますし、これがオリンピックかってワクワク感ももちろんありますし、プラスでもやはりこう結果出さなきゃとかいろんな要素の不安要素があるので、なんかそういうのが含まってやっぱオリンピックなのかなと思いますね。次はもちろん引っ張る立場として、はい、ね、迎えると思うんですけど、いかがですか、ね、まあ、そこの舞台で何か伝えたい気持ちもありますし、だからこそいいチームを作って、スポーツってやっぱいいねって思ってもらえるようなチーム作りに自分もなんか携わっていけたらいいかなと思います。競泳は個人ですけど、やっぱりそのチームの雰囲気ってすごい、うん、すごく試合の結果に、うん、現れやすいですもんね。全然出てきます、はい、なんかそれが一番良かった時も良くなかったチームの時も経験してる自分なので、やっぱ14年間日本代表入ってきて、ね、いろんな色の日本代表見てきたので、まあ、東京オリンピックに向けて、まあ、自分自身まだ決まってはないんですけども、しっかりと自分自身も決めていいチームを作れるようにしたいなと思っています。東京オリンピックやるって本当にもう願うしか私たちはできないんですけど、実際に東京オリンピックが開催されたら見てくれる人たち、応援してくれる人たちにどういう姿を見せたいですか？僕自身本当にいろんなことがあって、やめるたいと思う瞬間もたくさんあった中で、でもやっぱやり続けてこの舞台に立ってるってところをいろんな人に見てほしいですし、人間こんな波があったとしてもまた絶対に上に行けるっていうところを自分自身が証明したいなっていう気持ちがあります。それでは最後に東京オリンピック、さらにはその先の未来で入江選手が目指したいこと、成し遂げたいことを色紙に書いていただきたいんですが、行きました。それでは入江選手が東京オリンピック、そしてさらなる未来に向けて成し遂げたいこと教えてください。はい、水泳人。お、なんかすごい大きいように感じるんですけど、なんかやはり今回この新型コロナウイルスのことも経て、自分自身に何ができるかっていうのをすごく自問自答する時間が多かったんですね。こういろんな人にスポンサーしていただいて、
水泳をできている今の環境で、だからって僕がその他のことができるかって言ったらやっぱ正直今できないんですね。だからこそ自分は水泳人としてまず東京オリンピックで水泳という競技で結果を残すことが世の中のタイミングになれば嬉しいですし、引退した後もやはり自分自身こう長く水泳をやってきたので、だからこそこの水泳というものを一番に大切にしながら生きていきたいなっていう思いで。素晴らしいし嬉しい、なんかよかった。近いところで言えば東京オリンピックで、はい、その先も思い描く結果を残して、その先も水泳人で、はい、頑張りたいと思います。あり続けてください、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。水泳人。